米子港は鳥取県米子市にある地方港湾。港湾管理者は鳥取県。画像を右下、中海島端部が米子港鳥取県西部、弓ヶ浜半島の基部に位置する港湾で中海の東端部に面している。江戸時代、慶長年間に米子ゴ半華郎の横田村線が町民に港を開放したことで栄えた。その後自分主政時により、東港からの米輸送は、 荒尾市が統治したほか、日野軍のたたら製鉄の積み出し港ともなった。幕末になると、西巡る海運の船が多数寄港し、港と与那古城外堀を結ぶ鴨川の船運で、市内に荷が運ばれた。明治時代に入り近代港湾としての整備が開始され、1878年に防波堤、物揚げ場などが築造された。1898年には、港駅を、 拡張、1900年に、県肥師弁公となった後、1922年に、内務省指定公安となった。鴨川から流入する土砂による公内の埋没に、悩まされたが、その後も、岸壁、堤防などが順次整備され、戦後の1952年12月1日には、地方公安に指定された。また、1962年7月1日には、 高速法の適用項となった。1972年11月には、新産業都市建設促進法に基づく中海地区、新産業都市に指定され、工業用地の造成、旗ヶ崎地区への岩壁の建設が行われ、1981年にマイナス7.5メートル及びマイナス6.0メートル岩壁が完成した。その後、港湾施設の新規整備は終了し、 維持管理が行われている。2015年度の発着数は79席である。毎年8月に開催される、米子街な祭りのフィナーレでは、東港で花火大会が行われる。定期旅客航路は就航していない。旧鴨川の天神橋付近地図を発着する鴨川、中海遊覧遊覧船が4月から10月末まで運航されている。港湾区域は、 八広ろ地図から315度に引いた線及および、陸岸により囲まれた海面中の鳥取県地先部分から漁港区域を除いた海面と定められている。ありがとうございます。